名前。いちごちゃんからお誘い来た、来た。そう、 LINE あのあとすぐ送った。行くことになった。トウカさん行った、昨日ちょっとだけ寄ってみた、何も買ってないけど。で今日は行ってない、今日は学校でした。そう、学校終わってそのままあの食材買いにスーパー2時間ぐらい回って帰ってきたとこです。そう、洗い物だけ済ましてきた。そう、配信終わったらちょっとおかずいっぱい作ろうと思いまして、ちょっとなんか最近さ自炊したい欲がすごくなってきた。なんか調味料めっちゃ集め出した。ここ3日ぐらいで調味料の種類多分20ぐらい増えたよ。やばいよ。なんか冷蔵庫調味料だらけになってしまったもん。こんばんは、フォローしました、ありがとう。あ、もうテロップ入れてる。そう、偉いでしょ。充電もできてるよ。なしちゃん、涙じゃないや、しずくありがとう。こんばんは。あ、2時間ってマジ。そう、2時間スーパー回った。自炊女子。そう、最近すごいなんかできるような気がしてきた。できるような、調味料だけはバッチリだよ今も。柚子胡椒とか買った。柚子胡椒は私すごい気に入ってるのがある。食材何買ったの、とりあえず今はあれかな、ヘルシーなもの中心でお野菜とか多く買いました。うん、お野菜めっちゃ買った。あ、今日一つさ、私話したいエピソードがあってね。あの広島の人の優しさに、そう、なんか嬉しいってなったことなんだけど、今日あれスーパー行ったのね。でちょうどキャベツがお安かったから、あの家にもキャベツあるけど一玉普通に大きいの買ったの。しかもめっちゃ立派だったの。あ、お得だとか思いながら、すっごい重いやつをね、あの持ってたので、レジ終わるじゃん。でレジ終わったら袋詰めというかするとこがあるじゃん。でなんて言うんだろう、入れる大きさの袋がなかったから、なんか周りの主婦さんとかもやってたから、私もキャベツをさ、あの新聞紙でさ、あるじゃん、置いてあるじゃん、そう、新聞紙でくるくるしてたのね。そう、そしたらでくるくるしてなかなか大きくって上手にできなくって、で私はなんか前もキャベツ一玉買った時あったけど、その時になんか新聞紙で巻いただけで特にテープとかしてなかったんだけど、今日そのお隣の主婦さんがなんかその一緒に隣の方もキャベツ一玉買ってたのね、悔しかったから。そしたらこうテープでしっかり留めると長持ちしていいんだよって言って教えてくださって、で若いねって言われて、どうだったんだろう、主婦さんは50代とかの方だったかな、若いねって言われて、あ、16歳ですって言って一人暮らし始めたので自炊頑張ろうと思ってみたいな、ちょっとね雑談してて、そう、大変だけど頑張ってねって言ってくださって、そう、キャベツをの鮮度の保ち方、長持ちのさせ方を教えていただいた。なんかほうれん草とかさ、ネギとかも緑のものは基本あの大きかったら畳んでもいいから、新聞紙でくるくるってしてテープで留めとくと長持ちするって教えてもらった。広島の人優しいって思って、いやー、いいとこだね本当に。嬉しいか、あれは嬉しかった。完璧です、完璧。調味料で200種類あるんで。調味料ね、でもあれかも、まだ、あ、メール来た。あれまだあれかも、なんかめっちゃガチの調味料オタクではない。なんか例えばさ、醤油を10種類持ってましたとか、そこまでじゃない。醤油はまだ2種類、うん、でも酢は2種類ある。酢大好き。スプマンテさん、しずくありがとう。
お祭り屋台はついつい食べ過ぎちゃうね。美味しそうなのいっぱいあるしね、いいよね。ね、匂いとかもさ、あとは周りでさその商品食べてたりする人見るとうわー美味しそうってなるよね。牛ちゃん実家に連絡しましたか？牛ちゃんはよくお母さんと毎日 LINE してる。今日もしたよ。こんばんは。わさび、にんにく、生姜、レモン汁、からし、全部ある、全部がある。わさび、にんにく、生姜、からしはあのチューブ型のがあるじゃないですか。そう、あれをドン・キホーテさんで80いくらかなで1個ずつ買って、でレモン汁はポッカレモンを買いました。スプマンテさん、お、すごい、アジサイ、アジサイありがとう。こんばんは、こんばんはです。ロールキャベツ作っちゃう。あ、ロールキャベツいいかもね。あー、でも中のお肉買ってこなきゃ。ロールキャベツいいね、食べたい食べたい。こんばんは、こんばんはです。一玉一人暮らしにして大きい、うん、多分私の顔ぐらいの大きさのキャベツそうなのよ。あのね、キャベツがすごい好きで、てか野菜がすごい好きだから全然一玉とかいけるやろって思って、あの衝撃事実を言うんですけど、実は今日一玉買ったじゃないですか。その2日前にも一玉買って、今冷蔵庫にキャベツ大きい私の顔サイズ2つありますこの配信終わったら片方をちょっと調理します。とりあえずサラダにするつもり。もう主婦仲間や。そうそう、なんか主婦仲間になった。うわー、なにこれ、あ、惜しいなんだこれ、初めて見たかも。そう、本当に優しい。本当にさ、ちょうど私行った時間がさ、タイムセールが始まったぐらい、まあ狙って行ったんだけど、狙ってっていうか、なんか学校終わってから行くとちょうどそれぐらいの時間で、でなんか主婦さんとかがいっぱいいたんだけど、お隣でキャベツを一緒にねくるくるしていろいろお話ししてた広島の人優しいって思って。メール来たね、優しいね。ほう、本当に優しいの、主婦の知恵だね。ね、サランラップ、あ、確かにサランラップもいいかも。サランラップでもいけそう。まーちゃん、ハートありがとう本当に多分こうやって学んでいくんだろうね、一人暮らしってさちょっと一つ今日学びました。緑物の野菜は新聞紙でくるんだりすると長持ちするって。うまちゃん、ハート100個ありがとう。こんばんは。コロッケの種類何？カニクリ？そりゃ言うなね、カニクリは言うなが好きなやつだよ。私はなんか、わかんない、ちょっとあれかな、牛さんが入ってる、牛が入ってるやつかな、買ったやつ、どこで買ったか忘れちゃったけど。キャベツは芯の部分につまようじ3本ぐらい刺すと長持ち。あ、そうなんだ、2玉あるし、やってみようかな。家の方も雨すごかったらしいけど大丈夫だった？一応大丈夫そうだった。なんかほぼ全域に警報は出てたみたいだけど、もう落ち着いたみたい、大丈夫だよ。海外の謎の調理量があったらガチ。あー、海外にとかないか、さすがに取り寄せとかもしない。なんかあるかな、私のおすすめの、おすすめの調味料逆に教えてほしいかも。まだあれだもん、調味料オタクに慣れてないから。岩塩、あ、岩塩か、岩塩はね、あれだね、実家の方はあった。でも今はお塩はなんかパッパってやるやつと、もう一個はなんか袋に入ってちょっと2種類しかない、まだに塩は。こんばんは。バローに行くの？バローは行ってないね。料理研究家の奥田結菜でして名乗ってもいいのではまだ料理行けないかも、調味料研究家なら行けるかも。こんばんは。今 HKT48 終わりましたです。おお、公演かな。おお、いいねいいね。こんばんにゃ、こんばんにゃ。ちなみに今日もすっぴん固くなにメイクしない。顔くらいの大きさのキャベツ、意外とキャベツ小さかったとか。え、キャベツ持ってきたいぐらい超大きいよ。え、超大きい、私の顔ぐらいだと思うよ、多分。あの、なんて言うんだ、こういう形してるんじゃん、それをこうやってしたら多分私の顔ぐらいの大きさ。そう、なんか1個目の2日前ぐらいに買ったキャベツはなんか横に大きかった、で今日のキャベツはなんかまん丸してたレタスも買った。キ
ャベツ多かった。あとね、卵も買ったんだけど、キャベツと卵と一緒だとさ潰れちゃいそうでめっちゃ怖くってさ、超気にしながら今日お買い物してた。トラサボさん、花束ありがとう。かまちゃん、あ、さっきのこれか、タイムありがとう。すごいね、さっきの。あ、すごい、ラブレターも。かまちゃんありがとう。こんばんは、こんばんはです。お、結婚してもありがとう。千切りの練習になるね。ね、なる。そう、料理どんどん上手になっていく。かまちゃん、ハートありがとう。私の作ったものとかもおばめに載せてみようかなちょっと成長を見てほしい。こんばんは。あとね、コールスローが作りたかったのもあった。でもコールスローって意外と調味料がいるんだよね。調べたの。コールスロー、お酢とかレモン汁とかさ、ペッパー、胡椒とかさ、あのちょっとお砂糖も入れる、お塩もちょっと入れるかな。そうだから、レモンは持ってなかったから、レモンは今日買ってきた。キャベツの千切りといえばとんかつ。あー、いいね、とんかつ。とんかつ美味しいよね、私好き。メール来たよ、ありがとう。メール、うん、こんばんは。ハート100個、かまちゃんハート100個ありがとうびっくりした。まだ始まって10分なのにすごい、500も超えちゃった。なんか本当に少しずつだけどさ、見てくださる方が増えてる。キャベツ2玉で冷蔵庫いっぱいやろうかな、こりゃ。そう、すごいパンでびっくりした私文字は大きい冷蔵庫が欲しい。くるくるしてそっちのくるくるさんじゃない、そっちのくるくるさんはいちごが大好きなくるくるさんだ。こんばんは、こんばんはです。調味料、味噌はあるの？赤味噌、私赤味噌派。うん、味噌いいよね。味噌でもあれかも、味噌はそうやって、味噌汁はインスタントみたいなさ、8個とか入って100円みたいなさ、インスタントのあるじゃないですか、あれで。でなんか小さい味噌みたいなの持ってる。味噌汁ってさ、まあ、1人分作るのも なんて言うんだろうね、まあ、普通にお湯入れてもいいけどさ、なんか作るな具材いっぱいにしたいから、なんかそれはさ、やっぱ一人暮らしだとね、そう外で食べたりすることもあるから、あんま食べれないかなと思って、味噌汁作るときはインスタントにしてます。広島のお好み焼きハウスしずまに習ってキャベツ一玉お好み焼きに挑戦。わー、お好み焼きまだ作ってないな。お好み焼き作りたい。いいね。こんばんは、こんばんはです。大雨のなんだろう、星になってる。こんばんは。あー、すごい。何、文字よかな、文字よかな。なんかさ、私オーディションに受かってからさ、広島にさ何回かそういろいろさ、まあ、することができたんだけど、その時に文字用ソフトだけ、なんか文字用の使ったアイスクリーム、ジェラートみたいなの食べたよ。どこだったっけ、わかんない。なんかそう、すごい美味しかった覚えがある。あれどこだったんだろう、あれだった。でもあのなんだっけ、あれ原爆ドームから歩ける距離のとこだった気がするんだけど、なんか文字用ソフト、なんか美味しいの、そう食べた。豆板醤、豆板醤 EXO じゃん、うん、豆板醤ね、あの赤いやつでしょ、なんかパッケージが。それまだ確かに買えてない私、豆板醤買おう。料理するとか言うになって女子力あるよね。え、嬉しい。え、嬉しい。こんばん、つけて味噌買ってきた。つけて味噌、つけて味噌見てないかも。え、この辺で持っとるかな、ちゃんと確認しないといいかな。かけて味噌、かけて味噌ってやつね。なに、なになに、遠野、なに、たくさん、あ、雨がたくさん降ったみたいやねってね。ドレッシングは何種類ある？ドレッシングは和風とイタリアンと、あとはなんかキャベツ専用のやつとかもあるし、私ドレッシングとは言わないけど、まあ、ドレッシング代わりとしてよくポン酢とかも使ったりする。私はなんかごまだれとかさ、なんか濃厚っていうかさ、重たい系よりもさっぱりしたものの方が好きだから、結構ポン酢で食べますよ。
今日は KBS 京都に HKT、 あ、そうなんだ、京都の方に HKT さんが来てるのね。こんばんは、こんばんは、たまさん、ハートありがとう、遊びに来たよ、ありがとう、ハート100個ありがとう。やばい、唇がめっちゃ乾燥してる。リップはどこだ、リップがない。さてはこの後メールでキャベツと言うちょっと来るな、それは待ってるね。え、キャベツと、大きい方のキャベツと比べようかな。うん、うまい、うまい。にんにゃんこんばんは、キャベツで何作るの。キャベツでね、とりあえず一玉は完全にサラダにしてしまおうと。キャベツ以外にもお野菜ね、人参とか、きゅうりとかいろいろ買ったよ。玉ねぎも買った、レタスも買ったし、そう、サラダ大好きだから、野菜好きだから。もう一玉どうしようかな。え、でもロールキャベツ食べたいかも。いいね。卵今は超高級品ね。卵今お高いよね。そうだよ、だから私もさ、まあ一人暮らしっていうのもあるけど、まあ、まあ割高ではあるけどさ、ちょっと抑えたいから4個入りとか6個入りを買うよ。あ、お腹鳴ったこんばんは、ギンニャンの料理見てみたいけどね。え、見てみたい、今度乗せてみたい、頑張って上手にできたら。こんばんは、こんばんは、ゆっちゃん垢抜けたね。本当に本当に変わっただって、ね、田中さんオーディションの時見てくださってたもんね。そうかな、でもオーディションの時もそうだったけど、今も変わらずすっぴんです。だから頬が赤い。そう、エアコン今日つけたんだけどさ、エアコン本当はつけたくない。そう、そう、節約節約。こんばんは、ちらこんばんは、こにゃにちこにゃにち。無限キャベツの素でたくさん食べる。お、いいね、無限キャベツの素ね。今安いとこね探してるの、今日見てたけど、お、安ってならなかったから、安いとこ見つけたら買うつもりでおるよ。料理配信してみたら、わあ、キッチンきれいにしようキッチンが汚い。こんばんは、こんばんは。カレーとかも作りにくいよね、一人暮らしだと。本当にそうなの、本当にそう。カレーとか味噌汁とかさ、そう、一人だとね作っても、あれだ、同期呼べばいいのかすごい同期に私見つぎたがる。そう、同期にあげればいいのか。うん、はあ、なるほど。私が超大食いだから冷凍庫520リットル2台満タンです。え、2台やるの、すごい、かわいい、ありがとう。もんじゃ焼きは作る、もんじゃ焼きはお店で食べるかな。もんじゃ焼き、もんじゃ焼き美味しいよね。こんばんは。でも今なんかお好み焼き食べたいかも。お好み焼き食べたい。なんだっけ、あのオーディション二次審査の後かな、あれ食べた。駅でさ入ってるじゃん、なんだっけ、漢字2文字やっけ、なんかそう、なんだっけ、牡蠣のとかあるさ、なんだっけ、思い出せなくなった。なんだっけ、駅に入ってるさ、広島駅に入ってるあのお好み焼き屋さん、電光石火、電光石火だ、電光石火じゃない、合ってる、電光石火みたいな名前のところ、あそこすごい美味しかったからまた行きたい。夏場は一人暮らしで鍋で味噌汁作っても傷みやすいからね。ね、そうだからさ、一人ってね、いやね、寂しいし。こんばんは、初見さんありがとう、こんばんはです。おう、こんばんは、うまちゃん、あじさーい、ありがとう、あじさい。気合い入れずにゆいなが簡単にささっと作れるメニュー何ですか。きゅうりのキムチ和えキムチ和えっていうか、きゅうりは普通に塩でちょっと水分抜いてキムチの素で漬ける。今日は浅漬けの
元も買ってきた。あのスーパーのさ、今いろいろチラシもらってさ、で安い日にそれも目当てで行くようにしてる。だから今日もスーパー行ったけどそれしか買わなかった。ちゃんとなんか来週のチラシみたいなやつもらって安い時に行くようにしてる。ちゃんと主婦だちゃんと主婦になったかもしれない。主婦じゃないか。こんばんは。キャベツレンチンして食べても美味しいね。キャベツ美味しいよね。そう、寒くなってきた。次はよし、元に戻そう。 OK。 あまり売ってないかも。つけてみそう、かけてみそう。あ、そうなのか。オレンジ売ってなかった。屋台みたいな売店だったかな。オレンジ、オレンジ、オレンジ見たっけな、わかんない。でもレモン売ってたのは見た。レモン、無農薬のレモンが今欲しくって。レモン汁でつけるのもいいけどさ、ちょっとなんかレモンのさ皮とかも使ってさ、なんかつけたいじゃん。だからあのレモンのあれ、無農薬のレモンが今欲しい。今探してる。ピエトロ、ピエトロ、すごい。バラありがとう。カマキありがとう。こんばんは。53日、すごい。53日、すごい。5分も遅れてる私もしかしてこんばんや、こんばんや、こんばんは、こんばんは。どうしよう、初見さんがすごい多いぞ。どこからか流れてきたのかなSTU48 3期研究生の奥田優奈です。こんばんは。明日は KBS 京都に STU48 でね、くるくるアドミンかな、応援します。おお、行くのね。いいね、2日連続いいね。今日は HKT さんで、明日は STU。 おお、いいね。こんばんは、こんばんは。そうだ、私話したい話があったの。何日か前にね、今週かな言うてもちょっと前に、1週間も経ってないと思うんだけど、話配信終わってからさ、あの暇だったから岡田あずみさんの配信に行ったので、あれなんかさ、その時ちょうどガチャガチャとかものアイテムのあったのもあるし、お星様もいっぱい溜まってたので、全部あの岡田さんに投げたら、あの初めて壇上上がっちゃって12位だったっけな、あのその なんだっけ13位で、まず1人、基本13位以内から読む方多いじゃないですか。まず13位、この辺の方ね、13位何々さんって呼ぶじゃん。12位、えっ、ー、みたいな顔した時がすっごい可愛かった。ガロクしましためっちゃ可愛かった。ゆいにゃんって言って、そう、岡田あずみさんの壇上に上がりました。前惜しくも上がれなかったからリベンジ成功。こんばんは。キャベツといえば、おお、何、あ、なんで、なんで読むんだっけ。ゆんにゃんの優しい喋り方が好きです。優しいありがとう。こんばんは、こんばんは。ロールキャベツはコンソメにする、トマト味もいいよね。でも今ちょうどコンソメあるけどトマトの感ないな。でも私どっちかっていうとトマト派かも。うん、あ、でも前お母さん作ってくれた時両方入れてたこともあった気がする。ロールキャベツ美味しいよね。わあ、作りたくなってきた。キャベツと赤味噌なら、あ、ホイコーローか、ホイコーローだ、それだそれだ、ホイコーローか、ホイコーローもいいね。こんばんは、こんばんは。晩ご飯まだなの。そう、まだなの。お腹めっちゃグーグーなってて、でも早く配信したかったから、あれも終わってすぐしちゃった。まだサーキュレーター届かんの。あ、届いたわ。そうだ、サーキュレーターをつければいいんだ。サーキュレーター開封会する。ちょっと待っててありがとう、教えてくれて。うわ、音が。サーキュレーター、サーキュレーターがあるじゃないか。サーキュレーターです。サ
キュレーターも行きました。ありがとう教えてくれて。忘れてた、玄関に置きっぱだ。昨日か届いて結局開けてなかったのか。私あらら、放置しっぱなしだった。サーキュレーター開けよう。アヒルの卵は安いよ、30個580円。安っ。でも私今日あれ、うずらの卵買った。うずらの卵ってなんか黄身が濃いらしくって、黄身が濃いやつさあ食べてみたいなって思って、うずらの卵今日買った。うずらの卵なんか私さあ定期的にハマるんだよね。そう、見た目可愛いし。そう、でもうずらの卵ってあまり食べることないよね。なんかどっかさ、なんかちょっといいお店ではないけど、なんて言うんだろう、お蕎麦の上にさ卵ではなくうずらの卵、小さめのがさ1個乗ってるとか、ああいうぐらいですか。外でさうずらの卵を見かけることってないけど、美味しいよね。あとはおでんとかに卵入ってたり、うずら入ってることもあるよね。ほう、開いた開いた。こんばんは、かわいいですね、ありがとう。はじめまして。はじめましてですか。私わかんない、配信はでも前来てもらった気もするけど、でもお顔は覚えてる言う直しでしょ、知ってるの。私ね、よいしょ、ゆうなと休みの日もね8割ぐらいの確率で合ってる。そう、休みが何日か続いてたんだけどさ、おお、そう、毎日あった、昨日もあったし、その前もあったし、その前もあったから、休みの日も毎日会う。そうそう、ゆうなと私好きすぎるからそう、私もゆうなを好き。昨日は会う予定なかったけど、たまたまなんか私がいる場所にゆうなもそっち方面来るってなって、ゆうながちょっと待っとってって言って、私は最初すぐ帰りたかったからやだって言ったんだけど、結局可愛いから待ってた。そう、結局あれやった。もう毎日やってる本当に今日はね珍しく会わなかった日なの。やばい、こんな日ない。今日は普通に私が学校だったからさ、うん、キッチンだけにキッチンをしないとねそうだ、キッチンしないと。サーキュレーター届きました。こんな感じです。運転、首振り、風量、モード、タイマーあります。なんかお母さんにそう選んでもらったから、私はよくわかんないけどどうにかなります。つけてみよう。すごい、教えてもらわなかったら私ねえ無駄にしてたよ、お金を。 Amazon で5180円らしいです。お揃いにしたい人はぜひ Amazon でサーキュレーターで5000円台のとこ見てみたらお揃い出てきます。うん、なんだこれは、コンセントがちょっと、まあこれか、これなら見ていいや。あ、待ってこのまま刺そうとしてた、これ刺せないじゃん。おお、すごい、面白い。サーキュレーター、ピピって言った、ここに置いてみよう。ここに置いて、でどうすればいいんだ。ああ、よいしょ。お値段の相場、安いかどうかが分かるなんてすごいね。本当に私岐阜にいる時からお母さんの買い物に毎回ついてったから、そうだからある程度相場とかも分かるし、でも分かんない時はお母さんに聞くようにしてる。鶏むね肉っていくらぐらいからが安いとかって、昨日一昨日ぐらいに鶏むね肉聞いた。そう、サラダチキンを自分で作ろうと思ってさ、大好きだから。そうだから私もそう、生徒お母さんにめっちゃスーパーとかついてってたから、たまたまスーパーで花だれを聞いて
今グループに入ってるわけなのよ。すごいよね、奇跡だよ。おお。あ、なんか急に弱くなってきた。首振って。あ、振った。あ、でもこれ前髪崩されそう。まあいいだ。風量どんぐらいにしよう。あ、強い強い強い。やいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これで戻った。お疲れ様です。お疲れ様。パスタ2時間くらい水につけて2分で茹でるともちもちになるよ。お、いいね。あれか、生パスタ風みたいな。いいね。こんばんは、こんばんは。ちょっと一応スクショしとこ。基本をスクショしとけば写真見返すから覚えてられる。一人暮らしだけど毎週日曜にカレー一箱分作ってる。え、本当に？一人で。あ、でもカレーって置いた方が美味しかったりするしね。ホットプレート持ってる？あったら同期とお好み焼きパーティーできるね。あ、ホットプレートまだ持ってない。ホットプレートとたこ焼き器が欲しい。でも置くとこに困る。あんま広くはないから置くスペースが。こんばんは。広島のお好み焼きは裏返すの難しいよね。ね、広島の。でもすごい美味しかった。あ、涼しい、快適だわ。こんばんは。電光石火人気店ね。電光石火、そう、美味しかった。めっちゃ美味しかった。れいちゃんやみっちゃんではなく電光石火。そう、電光石火に来ました。電光石火あそこうまいよね。そう、美味しかった。お好み焼きならキャベツいっぱい使うからいいね。ね、ちょうどいいかも。ああ、風になるか。こんばんは。余ったのは鍋ごと冷蔵庫にイン。一人暮らしだからできる技。なるほどね。余ったらそのまま入れちゃえばいいのか。ほうば味噌焼き、ゆいには何入れるの。ほうば寿司、ほうば味噌焼き。ほうば味噌焼きわかんない。ほうば寿司ならよく食べてた。ほうば寿司、うちの家庭はまあでも一般的なやつかも。うん、鮭とかさ、しぐれとかさ、生姜とか。なるほど、お好み焼きか。広島焼きはあまりかな。食べ干し大阪の豚玉。ほう、うまい。ほう、なるほどね。こんばんは。こんばんはです。自炊えらいね。そうだよ。自炊を本格的にするためにここ数日調味料ばっか買ってた。チラ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 。自分の家でお好み焼き作るとしたらホットプレートがあれば便利だよね。ホットプレートいいね。こういうこと言っちゃうとお母さん配信終わりに LINE の方になんか Amazon とかの URL 送ってこれどうって言ってくるから。チラシまでチェックしてるの主婦ガチ勢だな。そう、チラシまでそうチェックしてる。でも今の時代さ、普通にチラシもあるけどネットで調べればさ、なんか出てくる店舗が多いからすごい助かってます。キャベツと塩昆布の浅漬けも簡単で美味しいね。美味しいよね。キャベツいいよね。やみつけキャベツ作りたい。納豆はご飯にかける派、そのまま食べる派。最近はよくご飯にかけます。納豆今冷蔵庫に5パックあります。納豆大好き。はじめまして。はじめまして。私が個人的によく食べるっていうか好きなのは卵のさ、納豆みたいな。卵の納豆っていうか、なんかなんて、卵みたいな書いてある、表に書いてある。そう、卵の納豆みたいな、あれをよく食べます。たまさん、だるまありがとう。あとはスーパーとか行った時の半額とか 20% オフとか賞味期限明日までとかってやつを買う。安いの。でも安いのジュースかも。かいかいさん、お花ありがとう。かいかいさん、しずこもありがとう。エアコンをつけたり消したりすると逆に電気代かかるよね。つけたり、つけるときが一番かかるんだけど、確か。たまさん、100個ありがとう。ちょっともうこれから、え、でもさ、サーキュレーターだけじゃさ、広島の夏って超えれないと思う？どうやと思う？どうかな。受験です。受験さん、ありがとうございます。よかったら見てってください。絶
当地は結構レモンの栽培してるから無農薬のレモンっていうとこあると思うよ。本当にちょっと探してみよう。やばい、コメントが追いつかない。こんばんは。サーキュレーターとか開けるからだ。じゃそう冗談そうびっくりしたよ。男女だ、冗談ってなんだよ男女、そう、ただあずみさんの男女に上がったことがある女です。こんばんは。男女やっちまったなそう上がっちゃったんだよね。やったね。そうやっちゃった。こんばんは。見るときいつもすっぴん。偶然かな。9割すっぴんで配信してるから、そうすっぴんじゃない日の方がレアだよ。広島普通のロンジーだったんかな、平和公園近くに無農薬果物売ってる店あったよ。そうなの、詳しいね、すごいね。広島県民じゃないのに。冗談だっけ。コメントはしたの。コメントはね、最後にそのあのなんて言うんだろう、見つかったっていうか、ゆいにゃんって言われた時だけ見てましたみたいな、なんかちょっとだけ1か2ぐらいだけコメントしたけど、冗談上がってもな冗談男冗談なんか冗談って言っちゃう今日。男女上がっても何もコメントしてなかったし、他のファンの方にも気づかれてなかった。セーフ。最後の男女読みで、ね、そう気づいてもらって、そこで少しだけ確かコメントしました。和風の味付けのムールキャベツも好き。もう和風味付けいいね。あー今これから、まあ今梅雨だけど、梅雨明けたらさ、あの暑くなっちゃうしね。和風とかなんかあっさりしたのいいよね。サーキュレーター開封の開封のギア激アツね。サーキュレーター使っております。ここにいる5180だっけ。お母さんお揃いにしていいですよ、許可するこんばんは。こんばんは。今日はちなみに KBS は仕事です。あ、そういうことね。明日休みの時に応援に来ます。すごいね、すごいお仕事なのね。みんなこんばん、うん、こんばんなんさっき私さ、自分の配信始まる前にサッチーのとこ行った。サッチーのとこでも見かけたよ。サッチ、そうサッチ可愛かった。ダイソンですか、ちょっと見ます。どこですかこれ。お母さん、お母さん教えて。お母さんどこですか。お母さんメーカーを教えて。わかんない、うん、どこだろう、わかんないね。電気代抑えられるね。そう電気代抑えられる。恋愛サーキュレーション、恋愛サーキュレーション。こんばんは。サーキュレーターは冷房と組み合わせで使うと電気代お得だよ。あ、やっぱそうなんだ。サーキュレーターは首振らなかったら直接の風だよね。首最初振ってくれなかったから。りにゃんこんばんは。こんばんは。こちらはほとんど、はい、豊橋さん、後で調べてみよう。うずらは愛知の特産品。あ、そうなんだ。後で見てみよう。そう、何店舗か回ったんだけど、そう安いとこ押してたから、他の店舗でもまだ安いとこあるからと思って、ちゃんと最後にあのいつも目をつけてた安い店舗で買いました。うずらは水にはよく買うよね。うずら美味しいよね。こんばんは。こんばんは。ザルうどんについてること多いね。そう8割ってほぼ毎日じゃん。来週スペシャルのインタビュー読みました、ありがとう。どうでした。風の音うるさいよってきた。でもこれあれだよ、一番弱い弱にしてるの。これをつけるなってことなのか。あーうるさい。おう、でも一番うるさい、うるさい、あ、静かってやつにしてる。静か弱強ってやる。静かってやつにしてるよ。静かってしててもうるさいのか。どうしよう、消すか。あずーいうるさい、うるさくないよサキュレーターと相棒になれなそう。お互い
お暇なの、お互いお暇、お暇の日もお暇じゃない日もなんか合ってる。でもどっちから連絡するんやろいつも。どっちからもするかも。でも昨日は言うなだった。違う、マイクに当たる音、マイクに当たる音。マイクない。首振らない？首振らなかったさ、直接浴びたら風邪ひいちゃうよね。オッケー。あーでもないか、ないかって言って。アズラン卵1個はニワトリの卵の栄養が20倍。20倍やんの、すごい。こんばんは、ゆゆコンビって。そう、ゆゆコンビだよ。ゆゆじゃない、惜しくも。ゆいかちゃん今度行こう。アズラの卵串に3つで衣つけてフライにしたのが好き。あ、わかる。うずら美味しいよね。うずら、私もそれ好き。うずらのさ、揚げたやつ美味しいよね。え、私も同じ。ヨットさん、ハートありがとう。静かな何の森の中から学校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 。こんばんは、すごい。ヨットさん、ヨットありがとう。ヤマシンさん、お花ありがとう。なんかここが割れた。顔が赤くなっちゃう。ウィンク、ウィンク上手にできない。コンセントって左右で長さちょっと違うよね。あ、言うね。なんか片方長くて片方短いみたいな。そう、私もでも知ったけど、そのことを数年前に知ったけど、あまり気にしてない。カイカイさん、お花ありがとう。この花綺麗。お揃いのサーキュレーターを購入はかなりのユニアファンね。5000円するよ。5000円、やば。こんばんは、こんばんは。間違えないで、コンセントは鼻に刺すんで。鼻に刺しちゃ、それはおかしいよ。すごい、しずく。ポツポツ、やっ鶏ももと胸肉の使い分けできる、できると思う。なんかお母さんに教えてもらった。鶏もも、鶏胸の、そう、値段どれぐらいからが安いか教えてもらった。扇風機ですか。サーキュレーターです。サーキュレーターと扇風機の違いって何だと思う。わかんない。おっちょこちょいか。そう、おっちょこちょいって言われるけど、私は自覚がない。おっちょこちょい認めない。みんにゃん今日も可愛いわ、ありがとう。エアコンの風をサーキュレーターで回す感じですか、どういうことですか。スクショは便利だね。ね、こんばんは、こんばんは。話題、またサーキュレーターでなんとかたちゃんになりかけだったね。なんとかたちゃん、なんとかたちゃん。マイクに風が、マイクに風が今聞こえるんかな、どうなの。でも、あれ、コメントとの時差がありすぎて追いついてない。タコパ配信してみたら、タコパいいね。あ、でもあれもやりたいかも、ロシアンルーレット的なさ、わさびとかめっちゃ入れて。私はわさびそんな大丈夫だからいいけど。あー、暗殺者のパスタ知ってる。ワンパンパスタ流行ってるから調べてみて。え、怖い、暗殺者なんて。こんばんは、こんばんは。たまにマイクに風が当たって音が、え、大丈夫。イヤホンつけてる人。冷凍変えたお好み焼きもたこ焼きも焼肉もできるホットプレートあるよね。そう、あの、実家はそれ使ってる。ホットプレートのセット購入したらたこ焼き、お好み焼き、あ、すごい、同じことが言ってる。すごいね、まだ人生経験が短いから、こうやって教えてもらってできるようになっていこう。原住民だけど転校せっかい行かないです。だって高いじゃん。なるほどね、高めなのね。でもその分美味しいよ。風でなびくユンニャンの髪が色っぽい。何、本場味噌焼きはどちらかというと酒飲みが好むものかも。ああ、なるほどね、酒飲みする人ね。ほうば寿司、初耳です。ほうば味噌のメジャーだと思います。本当、私ほうば味噌を食べてたよ。ほうは味噌美味しいよね。いお母さんですね。そう、いいの。ホットブレッド安いの。2000円ぐらい、2000円ぐらいなの。いいね、いいね。一人暮らしだからあまり大きくなくていいしね。カリカリさん、しずくありがとう。
唇がめっちゃ乾燥する。タコパしようとなったらお母さんがたこ焼き器選んでくれそう。そうミツカン、あ、ミツカンよく買います。何何冷麺じゃないし、なんだ冷さ、あ、わかんない。節約してて偉い。そう、節約ちゃんとしてる、偉いよね自分で言っちゃうけど。こんばんは、こんばんは。最初さ、今この数日はあの調味料集めるのでお金かかっちゃったけど、一回買っとけばさね、これからは材料買うだけでいいじゃん、調味料買わなくていいじゃん。そう、楽だ、これから頑張って節約。そう、見にくいと思うんだけどね、ここにね、あれなんかぶつけたのか、それかずっと重たい荷物持ってたのかわかんないけど、腕にあざができちゃったこんばんは。大山のなんとかみホットプレート購入したらお好み焼きひっくり返さなくていいよ。なんだそれは。20時45分、やばい、11分差。よく朝ごはんに、うーんかー、納豆卵かけご飯食べるのよ。美味しいよね、美味しいよね。私な普通に温泉卵だけでも食べるし、納豆も食べるし、一緒にして食べる。でも生卵は最近食べてない。あとはキムチと納豆とかも、オクラを入れると美味しい。オクラは冷凍の買ってる。冬よりは涼しい。本当？真夏はさすがに冷房ないと、冷房ないとね、さすがにきついかな。節約、こんばんは。さすがに冷房も使わないと厳しい。あ、さすがに厳しいかね、熱中症になっちゃったら大変やもんね。風の当たらない、いつも日陰の部屋なら平気かも。あー、なるほど。おー、夏ね、怖いね、めっちゃ口に入る。一回止めよう。あー待って、エアコンで間違えて止めようとした。切る。あ、静かになったねかまちゃん、だるまありがとう。自分の声がしっかり聞こえる。すっぴんのユーニャ大好きなので、いつも楽しみに見てきます。すごい、すっぴんも楽しみにしてるって嬉しい。やだやだ、だるま100個ありがとう。なに、大山、なに、3000、なんだ。あらま、お母さんバレバレです、バレバレです。ごめん、サーキュレーターお高いの使ってる。あ、使ってたか。こんばんは。うるさくてお構いしよういやー、消しちゃった。つまみの何、燻製かな。うずら卵は最高にうまい。あ、燻製のうずら卵みたいな、お菓子みたいなあるよね。食べたことある？私食べたことあるけど美味しかった。洗濯物乾かすのに同じサーキュレーター買おうかな部屋をしよう。え、いいんじゃない、アマゾンで買います。やばいよサーキュレーターお揃いはやばい。あと身近なものでお揃いできるもの、何かあるかな。この辺は教科書とかばかりある。あ、そうね、食べたいものがあった。でれん、薄焼き、これ美味しくない？なんかそう、なんか美味しい、あっさり美味しいの。これ知ってますか？これがね、80いくらで売ってたから、もともと好きな商品だから、食買いよ、食買い、食べきりの3バッグ嬉しい。そう、1パックだと一気に食べちゃうから、分けられてるの嬉しいよね。そう、私は分けてあっても一気に全部食べちゃう人だから、今日は我慢する1パックで、時間も時間だし、もうちょっとなんかすごいこれは食べたい。開かない、開かないです。もういいや、ビリビリしちゃおう。オッケー、食べます。首
首振りしなきゃ大丈夫かと。ああ確かに首振りするとね当たったりするもんね。マイクに直接当たらなければ音は大丈夫。オッケー。直接風、あすごい、めっちゃ教えてもらってる。暑い気つけんといけない。何星なら気にならないけど、風に向かってとか窓に向かって風を送ると冷房の効率も良くなる。あそうなんや。フラッシュスペシャル予約見ました。本当にありがとう。いいよつけたままで。うるさいよ。タキレターもう少し話した方が。話す、もうついてないけど。サーキュレーター静かで良きよ。良き食べます。うん、ちょっとボコってなってる。硬いものと一緒に入ってたんだね。ジェイコじゃない、もしかしたら静香ちゃん。ジェイコ何じゃないねか。ジャイコ何すごい咲き出たかな。わかんない、ちょっと見てみるわ。うん、あすごい、これ合ってます。トーモさん、トーモさん、それです。 IIMONO117。 おーすごい正解。トーモさんが書いてる、これが商品名です。すごいすごい、よくわかった。ゆうぶちさん、ハートありがとう。ハート。体温、体感温度指標どれぐらい、わかんない、考えたことないかも。うん、うまっ。見えちゃった、ごめんなさい。うつらじゃない、スマホ側から自分に向けて、あここに置けばいいのね。なるほど。うちの卵は白身が少なくてほとんど黄身だよね。そうだから濃いみたい。ちなみにうちらの卵のフライ作るときは注意、必ず卵を閉じて穴開けないと破裂しますね。卵破裂するか怖いよね。なんかなんだっけ、仰天ニュースみたいなので見たことある。まっ、サーキュレーターは空気を循環させるもの、ね、扇風機は風で直接涼むもの。あなるほどね、そういう違いなのね。なんか私サーキュレーターって扇風機をちっちゃくした版みたいな感じだと思う。扇風機は本当は使用目的が違うよね。あそうなんよね、やっぱり大きさの違いかと思ってた。ザーザーやらなくなった、よかった。わさび丼好きですか。わさび丼、わさびをメインはしたことないかもしれない。でわさびはかける、寿司とかもわさびはそうつける。風切る音だからマイクのところにティッシュを巻けば風音マシになる。ほえー、マイクってどの部分、下の部分かな。カセットコンロのたこ焼き器は岩谷の円タコがおすすめ。ほう、岩谷の円タコ。お母さんとこ何使ってるんだろう。ノーマルいいね。そうメイク本当にしない。でも明日はしようかな。写真も撮りたい。モバメでいっぱい写真送りたいからさ、自撮りする習慣がないからさ、本当に大変。うまっ。
でこんな見てる人いるんだろう。わあ。ん？待って、あれってさ8時10分から始めたよね。まだ1時間経ってないよね。なんでこんなに人がいるの、ちょっと待って。やだ、サーキュレーターおすすめしたり、ご飯じゃないお菓子食べたりしかしてないのに、すごい見てくださる方いっぱい。ホットペレットママさんがすでに調べてる人、多分調べてると思う。冷ややっこか、冷ややっこ、なるほどね、ありがとう教えてくれて。こんばんは。お味噌で飛騨牛の炭焼きは最高。あ、そうなんや、私食べたことない。それはほっぺ赤くてかわいそう、すぐほっぺ赤くなっちゃうの私。やだ、皮膚が薄くって。一口でいっちゃう系女子です。ちょっと可愛く食べる系女子に変わります。やだ、私できない、似合わない、そういうキャラ。うん、一口が美味しいよ。ソースはおたふく、あ、おたふくね、美味しいよね。髪バッチリ決まってるね、でしょ。髪の毛は横の普通の長い毛は朝普通にアイロンとしただけで、前髪だけさっき綺麗に巻きました。お父さんが充電してるか失敗してるよって、充電はしちゃいます。今日は準備万端。青山のなんとかみホットプレート、なんとかみホットプレート、こんばんは。ネイルの写真の手首絆創膏は朝のため、手首のね、手首っていうかな、なんか手首こっち側じゃなくてこっち側なんだけど、今もちょっとわかるんだけど、ここほくろがあるじゃん私。このほくろを前お風呂入ってる時にシャンプー中にガッてやっちゃって、こっちの手でさ、ちょっと爪が長くって、でそれが血出てたから絆創膏貼ってるだけ。めっちゃ同期にもどうしたのって言われたけど、ただ引っかいただけなんて恥ずかしい。コメントの行列ができるユニア配信、そういっぱいさ、本当に増えた。コメントしてくださる方、服見せて。服はね、今日シンプルよ、ほらこういう感じの服で、ここにねハートが入ってる、グレイルさんで買った。うん、うまっ。目が輝いて綺麗、輝いてる。アイリス大山、あ、アイリスね、欲しいなっちゃった。両面一遍やけど、すごいね。それは扇風機は風に当たる、サーキュレーターは部屋の空気を循環させる。おお、すごい、へえ、そんな違いあるんやね。2000人突破おめでとう、ありがとう。2400になっちゃった。やばい、ありがとうございます。ユンナンブログ通称出てた、そうツーショット出てたでしょう、かわいいでしょ。あれは確か6周年の時に撮ったやつかな。こんばんは、すごい、カイカイさん、これは何ですか。お花いっぱい、お花いっぱい、ありがとう。お花、折りたたみホットプレート、折りたたむのね。サーキュレーターとエアコンの効果的な使い方はネットにあるから調べるといいよ。ありがとう。なんかもうあれだね、私のファンの方、あれだ、私のお母さんとお父さんみたいな。いろいろ教えてもらってばっかで。みんなちゃんはこんばんは、こんばんは。これ美味しいよね。そう、美味しい。一番好きですか、わかんない。でもせんべい系ではこれとか、あとはなんかさ、醤油のさ、せんべいとかあるじゃん、ちょっと濃い口の醤油かな、なんか美味しいやつ、それもあまり高くない。あのせんべい、おにぎりせんべいとかも食べるし、うん、でもこれすごい好き、久しぶりにでも最近買った、安いの見かけてなかった、てかこれ自体を最近あまり見かけてなかった。出た定番、安いでしょ、さっき美味しいよね、美味しい。
あれが好き、なんか黒豆か何かが入ってるやつ、ゴロゴロさ、せんべいっていうか何かに、あとバカオケだっけみたいな名前もあるじゃん、いろんな味があるさ、あれも好きだよ。やばい、10分も下がる、20時、21時、やば、うん、うまっ。すみません、ハグキンさ、分かる、結構ツンツンしてる。クマちゃんすごい、お花ありがとう。全部食べて、食べちゃった、食べちゃった、太っちゃうし、お肌も割れちゃう、でも食べたい、本当は明日に残そう。何人間でのなんだこれは、なんだこれは、2006は多分私の生まれた年よね。うん、うまです。橋本、あ、わかります、顔出てくる、橋本ちゃんもう好きな、あ、そうなんだ、同じなんだ私17期生さん、え、平田由紀さんとか加藤愛さんとかだよね。今18期生のお披露目の日と私たちの6周年の日が同じだった。6周年だっけ、お披露目だっけ、何かの日が同じで、あ、本当になんか同期っていうか同じタイミングでのさスタートだなって思った。素焼きって美味しいし、お手軽価格で大好物ね、美味しいよね、赤ちゃん、わあ、しずこありがとう。みんななんとか我慢してるのにこんばんは、これのエビ味あったっけ、そんなの、え、気になる、エビ美味しいよね、 ASMR いきます。うまっ、うまい、買おうかなのが M 好き、これ美味しいよね、本当に美味しい、あと3枚になってた確かにサーキュレーターは玄関近くから早向きにセッティングする方がいいと思う。あ、なるほどね、玄関の方に持っていこう、もぐもぐ配信、そう、なんだ、成果好きですか、好きです、本当に私お菓子大好きなのよね、お菓子の商品開発とかしてみたいもん。右ほっぺの吹き出物消えたで、そう、ここにこの辺にあったやつでしょ、そうなの、あれかさぶたが今綺麗になった、うまっ、うん、うまっ、うん、せんべい食べると喉乾いて飲み物、あ、わかる、私も持ってくればよかった、卵うちにちばかし、え、まだない、なんか仰天ニュースで見たことがあったからやってない、やらかしてないぞ。何、おせんべいば食べ始めると止まらなくないよね、ね、気づいたらさ、ないみたいな、よくあるよね、せんべいおいしいよね、本当にお菓子大好き、うん、うん、うまっ、うまっ、うん、うまってまたある、たまさんとともってさん、うまって、ありがとう、みんなも一緒に食べよう、美味しいよ、やばい、ラスト1枚になっちまった、あ、
味ば食べると見せかけて引き切っていく。うまっ。うんうん。いいね。バッテリー大丈夫？今くるくる、え、本当にくるくるしちゃった？大丈夫かな？え、でもあれちゃんと刺さってるし大丈夫よ。またくるくるしてる。本当？めっちゃ美味しそうや。そう、めっちゃ美味しいの。土曜だから。土曜だから。サーキュレーター開封したら視聴者数が何？倍増したアイドル。新しいね。サーキュレーターみんな興味あるんかな。アマゾンでおそれにしますか。あとカレーも食べましょう。豆腐は木綿と絹どっちが好き？絹の派です。美味しい。笑顔バリカバイ、ありがとう。絹が美味しいよってことはあのひーちゃんに教えてもらった。やっぱりさね、上の20歳とかのメンバーの方がさそういう経験があるから、どっちが美味しいのって聞いて選んだ。ほっぺがすぐ赤くないリンゴちゃんとかアップルちゃん、アップルちゃん、私どんどんあだ名ができてくよ。頑張って可愛く食べる系女子になってください。できない。みんなはおせんべいで一口で食べる女子。そうなの。娘のスマホの充電気にするパパ可愛い押せる。そうだ、置くだけ押しだもんね。変だよ、置くだけ押しって他人から見たら何それってなる。人間今日も可愛いよ、ありがとう。反則を心配してたけどそんなに言う。そうなの。シャンプー中にほくろひっかいたの。サラダ味の薄焼きも美味しいけど、おにぎりせんべいも、あ、おにぎりせんべい美味しいよね。美味しい、わかる。ほくろの、ほくろ、ほくろの発音、ほくろじゃないの。ほくろ、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 ハートが入ってる。あー、ハートだ。なんかダジャレを言うとりますわ。一袋いっちゃうんじゃない？本当は食べたい。あと2つある。食べたいよ。食べたいね。うん。ハートがついた T シャツ可愛いでしょう。可愛いっしょ。おそれにできるよ。グレイルさん。オイリス大山。大山。オイリスじゃない、アイリス。おに釣られた。車検です、車検さん、ありがとうございます。さっき研究生の奥田ゆいなです。はじめましてにゃん。はじめまして。よかったら見てってください。歯は綺麗、歯はあれだよ、生まれつき歯並びが綺麗。歯胸、ね、これ77なんだ。歯、私ね昨日ね、あのあれマックに行ったの。なんか小腹が空いたなって感じでセット一つは頼まんけど、ちょっとしたもん頼んだんだけど、マックでさ、マックってさ店内だとしても持ち帰りだとしてもさ、レシートの下の方に番号みたいに書いてあるじゃん。昨日555だった。ゾロ目だった。もろ目あげるか迷ってたけどここで行っちゃった。かまちゃんすごい眩しい。太陽ありがとう。こんばんは。確かに娘みたい。娘みたい、娘かな、娘かもしれない。あーすごい、次キュキュになった。何、歌舞伎揚げ甘じょっぱくて好き。おー、甘じょっぱいの美味しいよね。甘じょっぱいってね、いいよね。おにぎりせんべい東京ではあまり売ってない。西日本だけ、あ、そうなの、東京売ってないの。そうなの、あまり売ってないんだね。七夕生まれ、にゃいしゅにゃいしゅにゃ、そう、七夕生まれ、七、止まらないやつだ、そう、本当に美味しい。エビ満月大好き、ほう、エビ満月、そんなのあるのね。バカウケ美味しいよね、そう、バカウケ美味しいよね。好き。おにぎりせんべいは銀シャリがおすすめ、銀シャリおすすめ、ほうほうほう。すごい、みんなの好みを知ってる、知る、教えてもらってる。薄焼き全部食べきる勢いね、それな、食べたい本当は。でも、
がとう、ピンク色によろしく、よろしくハート。みんなから見たらどの辺にあるんかな、ハート押しててね、ハート。10分後も予想してコメントするのも楽しいかも。なんかちょっと前に話してたことの返事とか。そうなんて薄え、え、薄え、え、な、なんかないかな、初見さんいっぱいだねみたいなやだ。てか私さ1時間半やるって言ったけどこんな早い、やだ。40人は終わるんだけど、この場面送りたいから40人終わるんだけど、あと20分しかない、20分切った、どうしよう。ちょっと早めに読んでこう。食べ方かわいい、ありがとう。パパさんより年上だけど誰か大丈夫、みんなお父さんお母さん、素晴らしい ASMR でしょ。メロンパンさんハート、ハート、これこのハートかわいいしょ、ハートありがとう。エビ味、サラダ味、醤油味、わさび味と、え、そんなにあるの。私これこれこればっか食べ過ぎてこれが食べたことないかも。イヤホンしてる方音量注意ね。すごいハート、メロンパンさんハートありがとう。メロンパン美味しいよね。ハート100個ありがとう。メロンパンさん2635、あ、今2903だ、やばいやばいやばい、追いつかないよ薄焼きって美味しいからやめられないし止まらないんだよね。わかるわね、だよね。薄焼き、薄焼き美味しいよね。こんばんは、こんばんは。インニャン何食べてんの。インニャンはちょっと今ゴミ入れちゃったけど薄焼き食べてます、美味しいの。このコメントが読まれるからには生命なくなってそう。待って、ドンピシャ、ドンピシャ、すごい、ちゃんとちゃんと分かってる。そうなくなってたわ面白い。長屋のゆかり、エビせんべい、エビせんべい美味しい、エビせんべいいいよね。エビせん、エビせんではない、今食べてたのは薄焼きってやつ、スーパーとかで買える。飛ばされた、飛ばされた、嘘、ごめんなさい。なんかさ前もあったんだけど、たまにこうやって配信してる側から見えないコメントみたいな、どんだけ確認してもさ、そうないコメントがたまにあるの。前アンナさんが来てくださった時もアンナさんのコメントがそう見えなくって、もう一回そう打っていただいたこともあったの。そうたまにコメントがなんか自分で、私基本全部読んでる。な、例えばこんばんはがさすがにね 5個とかあったら一気にまとめてこんばんはだけど、基本全部さ読むようにしてるんだけどさ、そうたまに消えちゃうみたいで、それが読めなかったりする。今日も下水ってな、今日は行ってない、でも昨日は行った昨日は行ったよ。ゆうなに撮ったやつプレゼントした。うまっ、うまっ、パクパク、そう美味しい。ポケットの中に入れたらラスト1枚2枚になるとか、ポケットの中にはせんべいが一つって、もう一回叩くとおせんべいが2つみたいな。いや全部食べた、そう食べちゃった。おやつですか晩ご飯ですか。おやつ、晩ご飯まだ食べれてない。遊びに来たよ、ありがとう。うんうん、ニャンは大人のおつまみ大好物です。ライブの時ユニャン見ながらせんべい食べる、私見ながらせんべい食べるの、なんだそれは。ユニャンこんばんは、久しぶり、ありがとう、来てくれてありがとう。こんばんは、すごい、あとお利口さんって書いてある方がいる工藤利口さん、工藤利口さん優しいです。本当にこの前金の延べ棒をくださいました。本物じゃないけどティッシュのやつ。こんばんは、赤くなるからアップルちゃん、アップルちゃん、アップルちゃん、歩くラジオ、歩くラジオ、ゆうなが言ってたんだっけ、歩くラジオじゃない、 18? あでも8分だ、ちょっと落ち着いてきた。めっちゃ可愛いゆうにゃん、ありがとう。ゆうにゃん先輩のツアーメンバー発表された、そう私も発表されてすぐ見た、学校で確認したされてたね。ほくろ何せノーマル
セイロ丸かな。こんばんは、研究生のツアーのメンバーはどんな感じかな。また発表されると思います。ユニャン、どこ行くのかな。どこかです、どこか。広島確定。ユニャン、こんばんは、今日も可愛いよ、ありがとう。ゾロ目の上、そう、ゾロ目、本当にゾロ目多いよ、私。もうすぐ3000人行きそうだね。ちなみに一番多かった時って何人見てた。一番多かった時、連続3時間4時間とかやってた。オーディションの時かな、オーディションの最後の方とか。一番そのまあ時間は関係ないとして人数が多かったのが7000人とか。うん、オーディション期間中はあれだね、土日とかはさ、1日多い日見直したら7時間半とかやってたよオーディション期間中。本当はね、今もそんぐらい時間取りたいけどさ、一人暮らしが同時に受かったと同時に始まっちゃったから、そう、長くできない。でも今日は1時間半取れたからラッキー。うんうん、白い歯っていいな。ホワイト、ホワイト歯磨き粉です。あー、ホワイト歯、私もなんかホワイト効果があるみたいな使ってる。ユニアン誕生日きちんと覚えてる、ありがとう。七夕うまりん、ドラム出た時嬉しい。わかるわかる。闇じゃない、関の刃物かな。刃物めっちゃ切れますよね。関の刃物有名よね、有名。私詐欺研究生の全員の誕生日全員覚えたの、すごい。私もまだ覚えきれてない。でも今月はヒータンが誕生日。ヒータン、おにぎりせんべいは三重の、あ、三重の会社なのか。ほえ、お隣じゃん。ハッピーターン好き。ハッピーターン美味しいよね。あの周りについてる粉美味しくない？私あれ好き。ドラムといえばもうすぐ6月6日。え、すごい。すごいよくわかってる。そう、マジで6月6日。私のオーディション番号66だから、ちょっと、うん、なんかね、なんか嬉しい。こちら。こんにちは。あ、こんばんは。やめられない、止まらない。カッパエビセン。カッパエビセンも美味しい。お土産おにぎりさんも美味しかったね。あげてたよね。私あれ見つけれなかった、残念なことに。いちいちポーズが悪い、かわいい。ポーズかわいい、ありがとう。レッスンでいっぱい動いて頑張ってるか。薄焼き全部食べていいよ。あ、許可が降りた。このコメントが配信終わるまで読まれるかな。ギリギリ読めた35になったら誕生日しますね。あ、よかった、誕生って言った。でさっきなんか私誕生ずっと冗談って言っとった。冗談は違うじゃん。こんばんは。何、こんばんは。は、どこ、どうなんだ。今日はこんばん、こんばんは、こんばんは。やっぱ声かわいい。私声、自分の声本当に苦手なんだけど、でもそうやって思ってもらえなら嬉しい。そらはんよく、あ、そらはさんね、から揚げ美味しい。おお、配信中食べてます、いいね。から揚げ美味しいよね。今日買うか迷ったけど、ちょっと健康とかお肌のことを考えてやめちゃった。こんばんは。話の流れは分からんけど、おにぎりせんべいは幼少の頃からずっと食べてきたな。おにぎりせんべいって何年にできたんやろうね。絶対にやることは私生まれる前あるよ、なぜか分からないけど消えるコメントあります。よく経験してますね。たまにさ、読みたいコメントによってさ、なんか消えたりするからさ、なんだろうね、あの現象、神隠し。マキさん、ありがとう。チラッていつもこうだけど、チラッあー、変なとこ動いちゃった。一瞬考えるとポケットの中で割れただけなので、それを言ったら終わりだよ。内緒です。だからたまにコメントが何復旧するときあります。なるほどね。ねえ、本当に消えちゃうの悲しいよね。初見です、初見さん、ありがとう。もうちょっとしかできないけど見ててね。ほんな、リコチは豪雨ね、やばいよ、大富豪よ本当に。リコチさん、リコチさんが数日前に配信中に寝落ちてたのが可愛かった。チラチラチラシ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 。これからせんべい食べながら配信見る人ばかりかもね。
明日の配信で今薄焼き食べてますっていう人何おるかな。こんばんは。3000超えたね、すごい。なんだなんだろう、ありがとう。いっぱい、まあ初めて1時間20分80分だけど、やっぱりでも増えたね。本当に日に日に増えてる。なお26分、あ5分まで縮まった。3000人突破おめでとう、ありがとう。偽物の名前をもらって配らない。いや先輩からもらったものは何でも嬉しいですし、そうだってこのそのもらったやつもだるまのあのなんていうんだ、キャンペーンみたいな企画があった時にそう優勝されてその景品のやつを分けてくださって、もうね優しすぎる。他の3期生にも配ってくださって、そう本当に優しい先輩。私も4期生ちゃんとかがいつか入ってきたらさ、優しいなって思われるような先輩になりたい。にゃろめにゃろめにゃろめ7664話みたい。おお、7000、そんな時もあったか。7000あったよね。7時間やらなくていいよ。7時間ね、7時間半とかだった確か。1、うん、あれかも。でも7時間半ぶっ通しではなく4時間半と3時間みたいな、長いのを2回とかやってた。本当は本当撮りたいけど、一人暮らしでそうすることが全部自分でやらなきゃいけないから破っちゃった。でも食べない、我慢する。そう一人暮らしだから全部自分でやらなきゃだからあんま時間が取れない。ちなみに私の車のナンバーは4648。おいいね、46 48、いいねいいね、4648いいじゃない、いいじゃない。ヤッホーヤッホー、ちらかわいい。いや森屋で言ってた、森屋ね、森屋私も言っとったよく。マイケル・ジョーダン、マイケル・ジョーダン、ジョーダン、こんばんは。冬ゆうさん、ハートありがとう。じゃあ顔出した後にニコッとするのやられてしまう、やられてしまう、やられちゃい、やられちゃい。すごい、しずくもお冬ゆうさん、ありがとう。あー今またジョーダンって言いそうになった。壇上の人はジョーダンにいるから間違い、あ確かに。うわいいこと言った。そうだよ、あの冗談って言ってたのはミスってだけではなく、上に段と書いて冗談だから、そう冗談って言ってたの。再来年は令和7年7月7日確かに。は再来年、そっか今令和5だもんね。私令和4と勘違いしとった最近まで。こんばんは、お肌白い。ほんとでもよくメイクさんに色白って言われる。で私はそんな白いと思わないけど嬉しいです。お母さん薄焼きせんべい追加。そうよろしく。ジパレット大社付き、大社付き、うちら本当にいつも可愛いです。お嬉しい、もう一回しとく。こんばんは。んおにぎりせんべいは1969年から1900、それはねネットで調べたよね。1969ってことは50年以上前か。すごい、おにぎりせんべいより私は後輩だ。お母さん最近ホイップクリーム食べてないからよろしく。ホイップクリーム最近買うか迷った。冷凍のやつもさ、コスパいいしいっぱい入って、だけどその買いたい店舗から家までが遠かったから結局買わずに帰った。3000人おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。お花ありがとう。やばい、あと1分、あと1分でかもうないじゃん。壇上読み、あ別に冗談でもいいけど、まあ壇上にしてやろうか。もう1袋開けちゃおう。あくは佐々木、やだやだ、開けない。初見です、初見じゃないです、初見じゃないです。で35になってしまった。ランキング読みます。待って私っていつも16以内だよね。なんか他の方がよく13以内からさしてるからさ、
分かんなくなる。16以内だよね。ホワイトボード、あ、ホワイトボード今日書いてみる。書いてみてもいいけど、ホワイトボードない。もうあった、行きましょう。待って、なんだろう、怖い。なんですかこれは。すごい、なんかギリギリにさ、お名前を呼ぶ順位ではないんだけど、17、18どちらもゆうゆうゆうさんだ。すごいすごい、2台使ってるのかな。ありがとうございます。17、18ゆうゆうゆうさん、ありがとうございます。では、まあ、16以内の方、今日読ませていただきますね。6月3日今日はいつもより長くお話できました。16位なのかと呼びます。16位、ナポリンさん、ありがとうございます。15位、浮遊物さん、ありがとうございます。次が14位、トラサボさん、ありがとうございます。次が13位、たかしあとつまみんさん、ありがとうございます。次が12位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。次が11位、なるみあとさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます。パチ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 、トップ10に入ります。10位、くみとらさん、ありがとうございます。次が9位、ラベンダーさん、ありがとうございます。次が8位、スプマーテさん、ありがとうございます。なんて書いてある。次7位、明日広島に行く準備中、汗汗アウト、やみアンドおつまみさん、うまちゃんですね7位、うまちゃん、ありがとうございます。明日広島来るのね。おーおーおー。次が6位、やましんさん、ありがとうございます。次がここから5位入ります。5位、やおとんさん、ありがとうございます。おつまみん。次が4位、ナスちゃん、ありがとうございます。トップ3いきましょう。はい、3位、たまあとつまみんさん、ありがとうございます。おつまみん。次2位、かいかいさん、ありがとうございます。ランキング、これはどこどこはやっぱりしたいから、どこどこはするね。いきます。では今日の配信1位発表させていただきます。今日の配信ランキング1位はかまちゃんです。ありがとうございます。1番、ありがとう、ありがとう。待って、書いてみる。なんかやるからにはなんかさ、面白くしたい。面白くする必要ないけど、じゃあ1分以内にどんだけ書けるかいいんじゃない。1分以内で社員内の方は上手になんか可愛くアレンジしてさ、書こうかな。毎日やってたら上手になりそう。ってことで39位になった、始める。いきます。いい感じに。そういえば今日ってあれですよね、先輩方ボウリングのイベント、スペイベかあった日ですよね。ボウリング昨日行くって言ってる方いたけど、どうだったろう、楽しめたかな。ボウリングいいよね。ボーリング最近出ないな。ボーリングボーリング、ほい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 。やばい、もう30秒、やば。やばいやばい、やっぱ1分でのなし。なし、ちょっと待って、やっぱり上手に書けない、やだ。なんかやっぱうまくいかない。いきましょう。明日から1分以内にどんだけ上手に書けるか、ちょっと今日はお試し、お試しっていうか、待って、今日は待って、思ったよりも上手にできなかった。次が
やばい、センスの背の字もない。どうしよう、普通に時間がない。まあいいや、10分あれば問題送れるかな。どうしようかな、この色とこの色とこの色にしよう。信号の色ね、どうしよう、センスがない本当に。こうして、こうする。あ、日にちとか書いたらそれっぽくなるんじゃないか説。6月3日センスがない。まだ初めてだから全然上手じゃないしあれだけど、とりあえずはい、いきます。センスのない私の3位以内の発表まで、ソリッド。はい、あー映っちゃう、映っちゃう。リングライト、この角度ならいいか。はい、まだめっちゃシンプルだけど、とりあえず一回描いてみた。6月3日、3位玉井さん、2かいかいさん、1かわちゃん、いつもありがとう。書けました。どうですか、もうちょい頑張って練習しよう。岡田純さんが前上手に書いてたの見たからさ、ああいう風にできるようになりたい。書けた。めっちゃシンプル。3人の方ありがとう。全然時間なくてパパッと書いちゃったからあれだけど、ありがとう。あーすごい、かけた。記念すべき初めて、明日からこうしよう、こうしよう。ありがとう、すごい3人。ありがとう、こちらこそ。3位内おめでとうと、ありがとう。ゆき、あ、結構褒めてくれてる。ついにホワイトボード本来の使い方をね、叩くって普通はないもんね。ちゃんと使い方を知ったらしいよ。配信ありがとうございました。素敵な笑顔、柔らかい声、可愛い仕草、すべて素晴らしいです。ありがとう。また明日も配信するので来てほしいです。待ってます。ということで、もうこの辺でお時間が来てしまったので、配信を終わろうと思います。はい、明日は何時ぐらいかな。明日も早く始めれそうだったら早く始めていっぱいお話ししたいので、よかったら来てください。私はこの後ちょっとご飯を作りたいと思います。作り置きをしようと思ってキャベツ使います。ということで、この辺で終わります。おやすみー。もばめまた送るので待っててください。じゃあねー。じゃあねー。おやすみー。おやすみー。